ののモデルは誰なのか調査してみたところ高藤には実在するモデルはいないようですしかし元薩摩藩の実業家といえば五代友厚ですよねなので五代友厚を参考にしているのではないかと言われています五代友厚といえばディーン・フジオカさんが演じて話題になりましたよねなぜ 五代さんを参考にしているのか理由について調べてみました。五代友厚が高藤の参考になっている理由としては、六名館の名付け親、薩摩言葉でしゃべるイケメン、外交交渉ということなのですが、私の中では五代友厚といえばディーン・藤岡さんなのです。だから高藤が五代友厚なわけない。という 勝手な結論でした。